今日からですね、はい、新しい番組平塚雷司町と伊藤の井についての話を始めます。はい、ありがとうございます。皆さん ご存じの通り、はい、平塚雷司町はね、はい、85年の長い生涯を女性解放と民主主義と平和のために一心を捧げた方でございます。それから伊藤の井はね、雷司町のまあ教え子に相当する方ですね。なるほど。雷司町が政党という雑誌を発刊いたしましてね、それを九州の田舎で読んでですね、感激して雷司町に会いに来るわけですよね。なるほど。ここで雷司町と波長がいましてね、伊藤の井は政党の編集部に入って雷司町の指導を受けながら成長していくわけですよ。なるほど。そして、雷司町が若い愛人ができましたね、その愛人との生活に、まあ、いわば、没頭するようになりましたね。政党の編集ができないということで、それを引き受けたのが伊藤の井ですね。なるほど。その伊藤の井もね、まあ、若い愛人じゃありませんけどね、アナーキストの大杉栄と恋愛会に関係に入りましてね、はい、当時、伊藤の井は、辻淳という夫がいましたからね、うん、その関係で悩むわけですね。そして、大杉栄にはですね、伊藤の井以外に、正妻の堀安子、それから、上地愛知子という、3人の女性がいましてね、伊藤の井は、自分を含めて四角関係の中に苦しむわけですよね。それで、政党の編集、せっかく、雷司町から引き受けた姉にも関わらずね、できるようになりまして、1年で投げ出すわけですよね。その、平塚雷司町が、発刊した政党と、それを引き受けた伊藤の井の話、ずっと後の方でございますけど、はい、詳しく話したいと思います。例えばからはね、雷司町が生まれた時からの話をいたしますけれど、はい、その前にですね、雷司町の人となりの全体像をですね、百科事典の記述を引用いたしましてね、ご紹介したいと思います。では始めます。はい、お願いします。平塚雷司町、1886年から1971年、はい、85歳の生涯ですね。明治19年から昭和46年、女性解放運動家、本名奥村春というんですね。筆名は雷司町。筆名は雷司町でございますけれど、これを仮名にしたものですね。雷司町を仮名にしたもの。東京都千代田区麹町に生まれ、知的で裕福な家庭、父の定次郎は会計検査院の次長というですね、いわば高級官吏ですね。しかしこの方もね、官僚になるべくしてなったわけじゃないんですね。中尉のような段階から、本当に苦学してですね、そうです。やっとこの高官の地にたどり着いた人物でございましてね、魅力的な人物でございますから、この方についても詳しくお話ししたいと思っております。雷司町が生まれた時はすでにですね、会計検査院の高い地に登っておりましたからね、うん、雷司町は裕福な知的な家庭のお嬢さんとして育ったわけですよね。裕福な家庭に育ち、日本女子大学校、後の日本女子大学家政科に入学するわけですよね。当時大学というものはなかったんですね。あ、そうですか。日本で初めて できた大学は、この日本女子大学ですね。この大学に3回生として入っておりますね。うん、大学中に文学、哲学、宗教などの本を読み、領友のおすすめで参禅するんですね。うん、この参禅の過程もね、なかなか興味深いものですから、後に詳しくお話申し上げます。1906年卒業。その後、英語を学ぶんですね。大体ね、その当時の女性は、大学教育を受けたら、お嫁さんに行くんでございますけどね、はいはい、彼女は勉強するんですよ。ね。なかなかお嫁さんに行けと言っても言うこと聞かないということは承知しておりますからね、うん、勉強させるんですよ。なるほど。そして、英語を勉強する。漢学の勉強もするんですよ。二松学舎というところへ行きましてね。それから速記の勉強もするんです。うん、なかなか多彩な、方でございますね。1908年、作家、森田宗平と塩原新中事件を起こし、世間を驚愕させた。これは梅園事件とも言いますけどね。うん、なぜかというと、森田宗平が塩原事件の時における雷司町と自分との関係をですね、はい、小説に書いて新聞に発表したんですね。朝日新聞にね。うん、それで
まあこの事件が全国的にですね、有名になってしまいましたね。単なる新宿未遂事件であればね、うん、東京の片隅の記事で終わったんでございますけど ね、 全国紙の朝日新聞にですね、うん、市長の森田夏目漱石の紹介でね、新聞小説を書かせてもらうわけですよね。それで一躍、この事件が有名になってしまいましてね、心中事件を起こした女ということで、悪名をですね、一心に彼女を追うわけですね。その中からね、うん、それでおしまいにならずにね、うん、彼女は立ち上がって、いわば本を発行するんですよね。政党というね。はい、まあ、それについては、また詳しく申し上げますけどね、生田長江という評論家がですね、彼女の才能を見込んでね、いわばそそろがすんですよ。本を作りなさいよということで、うん、その費用もですね、お母さんが出してくれるわけですよね。うん、まあ、恵まれた家庭の女性でデビューをしたわけでございますけどね、その過程も追って詳しく申し上げたいと思います。梅園事件を起こし、世人を驚愕させた、心中未遂事件で生き残ったわけですよね。1911年、生田長江に勧められ、母から資金を出してもらい、婦人文芸集団政党社を起こし、同人誌政党発刊を編集と経営に当たる。創刊号に旅券宣言。原始女性は太陽であったと、有名な書き出しの文章を書くわけですよね。後に平塚らいちょうが、まあ、85を超えましてね、彼女は85で死んでおりますからね、まあ、死後に発行されたんでございますけど、その自伝の名前が、原始女性は太陽であったという表題の自伝ですね。彼女が亡くなった85過ぎて以後に発刊されておりますね。外資、女性は太陽であったを書く。太陽であったを書く。政党者が新しい女の集団として非難されると、1913年、自ら新しい女と名乗り、古い道徳習慣、法律を破壊すると書いたんだ。あ、そうですか。勇ましい女性ですね。1914年、画家、奥村博と同棲し、愛の共同生活を歌い、家族制度に従って夫の家に入籍することを拒んだ。うん、つまり自分の産んだ子供、女の子と男の子を産むんでございますけれど、非正室に届けるわけですよね。そして、それは恥ずかしいこととも当然思わず、完全として世間に立ち向かっていくんですよね。立派なもんですよ。非正室を産んだという悪用がですね、ある中、公然として生きていくんですね。立派な女性です。大正時代は、婦人問題評論家として活躍。1918年、与謝野晶子と母性保護運動を、保護論争をした、母性保護論争を行い、1920年には、石川夫妻らと、新婦人協会を結成、婦人参政権運動を展開した。なるほど。というのはね、平塚らいちょうが生まれた年頃はね、明治政府は反動化しておりましてね、女性の政治参加の自由を全く認めなかったんです。もちろん投票権は認められておりませんけどね、女性がですね、演説会を聞くために参加することも否定しておった。それはですね、日本がですね、日清戦争に勝ち、日露戦争に勝ってね、まあ、自称、世界の一等国になったということで、有頂天になりましてね、それまではね、欧米にならないということで、例えば6面館などを作りましてね、欧米の献身書を読んでですね、そこでダンス会などもやったくらいなんで。ああ、そうでしたね。日本はこれだけ進んでおりますよ。皆さん方のお供をしますよということでですね、政府の高官たちが自分の女房や、娘に夜会服を着せてね、6名間でですね、相手を刺したくらいなんですね。うん、ところが日本が一等国になったということで、今度はそっくり返りましてね、そして復興庁になりましてね、6名間などは壊してしまいましたね。そして、反動で今度はね、逆にですね、武士道などをね、調度するようになるわけです。明治の初年などはね、初めは、明治維新から明治に入りますね。この頃はね、自由民権運動が盛んでございましてね、はい、女性もですね、演説したんですよ。例えば福田秀子とか、いろんなですね、清水紫金とかね、いろんな方がですね、全国をですね、男性の弁士と共にですね、チームを組んでですね、演説して回ったんです。それで全く問題なかった。うん、ところがですね、日本が一等国になると反動がいたしましてね、
女性の政治参加の機会を全く奪うどころか、演説会に参加することも禁止したんだ。で、こういう時代に、ライチョウが、政治に対しましてね、まあ、参政権運動にも力を入れるわけですね。ここに、新婦人協会を結成して、婦人参政権運動を展開した。昭和に入り、アナーキズムに接近し、1929年、消費組合、我らの家を設立。1930年、高村逸恵など、無産婦人芸術連盟に参加した。敗戦後は、平和運動のシンボル的存在となり、1953年、日本婦人団体連合会初代会長、1962年、日本婦人の会代表員などを務める。著書に評論集、演奏より、自伝、原始女性は太陽であった、があると書いてございます。原始女性は太陽であったというのはですね、晩年にまとめたものでございまして、彼女が書いたというよりもね、小林富江というですね、婦人記者がいましてね、この方は毎新聞の元記者の方でございますけれど、この方が聞き役になってね、来庁から様々な話を聞き出してね、作り上げたのが、原始女性は太陽であったという自伝ですね。今は大月書店から出版されておりますけどね、ここに彼女の写真を出しましたけれど、来庁自伝、全部で3巻、4巻ございましてね、大月書店刊行です。この写真は、来庁遺伝の3巻目の扉の方に出ているものをですね、引用させていただきましたけれど、非常に長いものですね。来庁が死ぬ前にですね、85歳で死ぬ時に、1巻2巻の原稿ができとったようです。3巻4巻は、小林富江という方がですね、来庁の残した様々な記述をまとめたものですね。来庁はですね、平然日記も書いておりませんし、メモも残しておりませんからね、自伝を書くについて、小林富江という方が引き出し役になって作ったんですね。しかし、絵も残さずにね、日記も書かずにね、トントンと頭の中からね、記憶が湧くように出てきて、それを小林富江が聞き書きで、書いたわけでございますから、非常に頭脳の明晰な来庁だったんでしょうね。そしてね、原始女性は太陽であったというのは、最晩年の作品でございますけどね、それよりも10年前、来庁が69歳の時にね、自伝を出しております。それはね、私の歩いた道という自伝です。私の歩いた道という、自伝を出しております。これもね、小林富江さんが聞き役になってね、出来上がったものですね。そして、この原稿はね、出来たものに、来庁が目を通してですね、手を入れておりますからね。まあ、ある意味、来庁の作品でございます。しかし、まあ、私の歩いた道というのはね、まあ、全くね、最初から書き下ろしたものじゃなくて、なかなかその時は、来庁も忙しくてね、まとまったものは書けん状況でございますから、過去に書いたものをですね、継ぎ足しをして、小林富江がうまくまとめて、来庁が手に入れて、作ったものでございますけどね。まあ、私の歩いた道、一冊本でございますけどね、非常に内容が濃いわけですね。したがって、最後に書いた、自伝、原始女性は太陽であったというのは、4巻もありますからね、なかなか長いから読み切れんという方は、私の歩いた道を読めばね、大体全体が了解できるかと思いますけどね。電気ね、なかなかね、何冊も、出すという方はいませんけどね。そうですよね。来庁はですね、もう2冊、2種類で取りますからね、立派な女性ですね。一応これでですね、来庁の人となりをお借りいただいたと思いますけどね。はい、ですが、これから詳しい内容に入ります。